ヨーロッパ鎖ヘビ、フランス、イタリアの北部地域から東ヨーロッパ、ロシア、スカンジナビア半島、中央アジア、モンゴルを経て、東はサハリン、北朝鮮、中国北部にまで達する。本州は最も北に生息する鎖ヘビで、スカンジナビア半島では北緯60度の北極圏付近にも見られる。全長65から90センチメートル。背面に、 繁殖の砂上の反紋が入る。オスの体色は灰色で、メスの体色は褐色。本種の毒はアスプクサリヘビに比べるとそれほど強くはなく、現地ではそれほど恐れられていない。死者も極めて稀である。その主成分は出血毒で神経毒は少ない。そのため噛まれると激痛とともに肝部が腫れ上がる。そのため毒は強くないとはいえども、 一刻も早い治療が必要である。以下の分類はザレプタイルデータベースに従う。標高2700メートル以下にある、開けた森林や低木林、草原、湿原などの様々な環境に生息する。また、アルプス山脈など標高の高い地域でも見られる。夜行性。小型哺乳類、トカゲなどを食べる。繁殖形態は耐性。三から十八頭の幼。 ヘビを生む。農地開発などによる生息地の破壊、ペット用の採集などにより生息数は減少している。日本では腐るヘビ科単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。